演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちらバットウィッチブラウベーカリー商品のブラウニーを食べたいと思います。これなんか日本では東京の方に1店舗、京都に1店舗、大阪に1店舗、まだ3店舗しかないお店らしいですね。そんなにすごい場所なんだ。で、今回自分は行ったのは大阪店なんですけど、まずこちらがレギュラーシリー商品たち、こちらが大阪店限定販売のレトロというセットですね。こちら食べていきたいと思います。でもどの味がどの味なのかもうわからない。まずはどの味がどの味なのかな。本当にまずはこちら通常版のブロンドベイリーというものが食べてたんです。このブロンドっていうのが標準なのかな、なんとなくそんな気がするけど。ではこんな感じになってるんですね。それでは中身を、結構重量感ある。なんだろう、なんて言っていいのか分かんないけど、ではいただきます。あれ、ブラウニーって言うけど、これは今まで食べてきたブラウニーとは全く違う。ブラウニーで全然しっとり系統のパウンドケーキみたいなイメージがあるんです。これも上下にしっかりと焼き目がついていて、そこはザクッとした歯ごたえも与えてくれていましたね。でもクッキーとかパイとかともまた違う、近いんだけどやっぱり違うっていう、そんな感じです。なので食感も楽しめるブラウニーで、まず生地がとっても美味しい。でこれを土台にした上で言っていいんです。このブロンドベイリーは割とあっさりめの生地で、キャッチーじゃなくて味でサクサクと食べ進めることができました。そしてこちらのウォルナッツ、ウォルナッツはザクザクとしたナッツの食感と生地の食感がなくなって、食感を楽しみたいと思います。レッドベリー、多分レッドイチゴなのかな、それともレッドチリーか、ちょっと甘酸っぱい感じでしたね。一つあたりちょっと短、数が多いので一つあたりちょっと短めでいきますね。ダブルチョコベイビーは濃厚なチョコレートを食感と味の2つの面から楽しむことができて、チョコ好きな人にはおすすめ。そしてそれのスノーベイビー、こちらはどちらかというとあっさりとしていた味わいで、サクサクっとパパッと食べ進めたい人向けです。そしてハチミツベイビー、こちらはちょっとハチミツって書いてあるんですが、ちょっと香ばしくてキャラメルのような味わいがありましたね。ちょっと甘いだけじゃなくほろ苦さもあって大人向けの、はい、ベイビーですね。今のところこれが一番自分の好みでした。というわけでまだまだあるので食べていきましょう。なんですけど、これさっきブロンドがベースみたいなこと言ってしまいましたけど、これここにウィッチファットウィッチベイビーっていうお店の名前が入った商品があったんですね。大体こういうのってこういうお店の名前が入ったやつとかベースになっていることが多いので、多分これがベースなんでしょうね。ちょっと先ほどの面で失態を演じたこと、天お詫び申し上げます。それでは改めまして、ストウィッチベイビー、断面図もこのようになっています。ではいただきます。あー、やっぱりこっちがオリジナルだったか。そしてあとは和のブラウニー、これもいいですね。最初食べたファットウィッチベイビー、やっぱりこれがオリジナルみたいですね。他に比べるとシンプルな味わいでした。でも表面のサクッとした部分はしっかりあって、甘さも程よくて、例える近いんだよ。何が近いかというと、あの不二家のカントリーマームをそのままブラウニーにしたような、そんな感じでした。表面のサクッと中はしっとりで甘さも程よい。もちろんカントリーマームよりもさらに美味しいですので、お湯とカントリーマームに失礼か。
で、こちらきなこ紅はきなこの香りが本当に香ばしくてとても美味しかったです。で、開けた時に気づいたんですけど、これちょっと見えづらいかもしれませんけど、このように一袋ごとに何か書いてあるんですね、名前の上に。で、しかもこれ和の素材だとこういう風に日本語で書いてあって、ファトウィチレイビーのような英語だと英文で書いてあるんですね。何か書いてあるんだろう、英文を翻訳する楽しみもあったりとか。で、この白あんベイビーはさっぱりとした甘さでとっても美味しかったですね。あんこともよく合っていました。続きましてのほうじ茶ベイビー、こちらは噛んだ瞬間にほうじ茶の香ばしさが口の中にぶわっと広がってきて、今まで味わったことのないようなほうじ茶お菓子でした。これが和の食材の素材の中では一番好きでしたね。続いての抹茶ベイビーもほうじ茶と同様に抹茶の濃厚な香りが口の中に広がってきたんですが、ちょっと今回はほうじ茶の方に軍配が上がったかなっていう気がします。ほうじ茶の香ばしさがよりマイルブラウニーの生地となっていきます。のね、で、和の素材最後の黒糖ベイビー、これもさっぱりとした甘さが美味しかったんですが、ちょっと他の生地に比べると黒糖を入れたさっくり感がなかったので、今回はそのしっとり感が裏目に出て長所を潰してしまったような感があったので、ちょっと残念でしたね。というわけで王子茶を、そして残るはこちらですね、大阪店限定のあ、でもここにもファットウィッチレイビー入ってましたわ。やっぱりこれがベースのようですね。先にこれ食べたくなかったな。まあ、今さら言っても始まらないので、ちょっと気を照らしすぎたものもあるね。たこ焼き味のブラウニーって一体何？なんかすっごく不安なんだけど。こちらのミルクステーキベイビーは全体的にしっとりとした甘さで、ちょっと太いかなというふうにぴったりだと思いましたね。ただミルクステーキっていうよりね、ちょっとミルクの風味が足りなかったような気がするのはちょっと残念でした、ね。続きまして、こちらの冷凍ビキン、冷凍すなわちアイスコーヒーなんですけど、もう袋開けた瞬間からコーヒーの香ばしい香りがバーッと広がってきて、口の中でも苦味の効いた程よい甘いとは一味違った美味しさがあって違ったです。本当に悪いです。コーヒーが好きなのでこういうのが本当嬉しいです。で、その次に食べたたこ焼きベイベー、ブラウニーにたこ焼きと正直思いますが、食べてみるとまあそこまでうわーっていうようなまずいくはないんですけど、ちょっとブラウニーとは違うかなって思う。ブラウニーで食べたい味ではない、そんな気がしますね。青のりが効いててまさにたこ焼きの風味が出てくるんですが、これはなんとも言いにくい、もう食べられなくはないですけど。続きまして、このモンブランベイベー、これはちょっと国が弱かった気がしますね。上にザラメコーティングが乗っているのでシャリシャリとして食感は出ないんですよ。それが逆に国の良さを可視化してしまっているような、そんな気がします。もうちょっと国が多い方が良かったかな。で、最後に食べたこちらのスティングベイベーは濃厚で甘いプリンの味わいと香ばしくて苦いカラメルの味わい、プリンの2種の味わいがブラウニーのあのしっとりサクッとした生地とともに味わえた、この中ではこれが一番美味しかった。大阪に限定があればぜひこれは食べてみてほしいですね。反対にたこ焼きはなんかしつこいですけど、ちょっと万人受けするような味ではないですね。あれあれ、はい、というわけで今回特に美味しかったなこの3種限定、まあ、英文和の食材から一つずつ選ぶ形になりました。はい、で、これらはもう本当に文句がつけようがないので、すべてこちらの点数とさせていただきます。どうにもおすすめですよ。 お店どうもよかったです。ということで、ごちそうさまでした。また食べてみたいですね。今度はもっと大きなサイズとかでは難しいか。それ新年の強情っぱりお願いは、強情な人のお願い叶えるのが難しくても妥協しそうにありませんね。
ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しい。塩分。